早速ご登場いただきましょう。本日のスペシャルゲスト、藤本美貴さんです。どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。になっているドレスですが、はい、こちらは東急プラザ銀座に入っているバリーのドレス、はい、お洋服ということなんですが、はい、どうですかお召しになって。いやもうすごい可愛くって、中は、はい、そうなんですワンピースで、そうなんです、エレガントですよね。うん、すごい大人の雰囲気が、そうですね、ちょっと黒だし、はい、はい、ありがとうございます。今回、はい、クリスマスのイベントということでお越しいただいているんですが、はい、藤本さんの上ご覧いただけますか。おー、こんなに大きなリースがあるんですよ。はい、中も可愛いですね。美女と野獣をテーマにしたリースということでご覧になっていかがですか。いやもう豪華ですよね豪華の一窓でぐるっと向こう側ですね、見るとすごいですね。ちょっとこれはぜひ皆さんに見に来ていただきたいですね、はい、この他にも館内には地下2階にクリスマスツリーがあったりですとか、うん、テラスには屋上のテラスですね、フォトスポットがあったりして、はい、とにかく美女と野獣のテーマをしたクリスマス装飾が施されているんですよ、はいはい、いいですよね、家族で来たりですとか、そうですね、おいご友人とですとか、ね、カップルだったりね、はい、楽しいイベントが盛りだくさんとなっています、はい、今回ディズニー映画の美女と野獣をテーマにしているんですが、はい、地元さんはご覧になったことは、うん、もちろん、はい、見たこともありますし、はい、特に印象に残っているシーンとかありますか。やっぱりこうよく、ね、流れているあの野獣と美女がこう踊っているシーンですよね。楽しい、うん、あれですよね、そうですね、ですよね、うん、今回この実写映画も来年4月の21日金曜日に、はい、公開が控えているということですが、はい、こちらもちょっと楽しみですね。いやすごく気になります、はい、この今お話になったドレスのドレスを着て踊るシーンとかがどんな風に描かれるのかっていうのも、そうですね、好きなシーンもそうですし、うん、まずこの、ね、野獣ですから、はい、こうもちろん王子様の時はね、はい、人ですけど、はい、野獣の状態がどうなっているんだろうっていうそこも注目したい、はい、クオリティもそうですし、もちろん素晴らしいクオリティではあると思うんですけど、はいはい、どういう感じっていうのがもうちょっと全く想像がつかないので、はい、楽しみですね。こう野獣というキーワードが出たのでちょっとお伺いしたいんですが、うん、はい、旦那様、はい、男らしくて野獣のような雰囲気がありますが、はい、どんなところが魅力的だと感じますか。そうですね、まあ、普段は、はい、野獣のようにタンクトップをねよくビーって破いてるんですけれどもね、お家では意外に静かにおとなしく、はい、結構厚着をするタイプなんですね、はい、ご夫婦仲がいいというエピソードもたくさん聞いていますが、はい、何かこう愛が伝わるエピソード、愛を感じたエピソードなんかがあれば。だからな、でも日々やっぱりこう今日も可愛いねとか、ありがとうっていう言葉はすごくよく言ってくれますね、うん、でなんかこう仕事終わりとかに今何してるのってこうメールが来ると、今洗濯してるよとかで普通に返すと、いつも洗濯してくれてありがとうみたいな、何かとありがとうを言ってくれる、はい、優しいです。そういう優しい言葉をかけてくれるのは本当に、そうですね、嬉しいですよね、女性としては。やっぱり嬉しいですよね、うん、外見ではなく内面の魅力っていう、このまさに美女と野獣の映画に通じるものもありますね。ちょっと旦那様のお話も伺ったんですが、はい、先ほども少し話題に出ました来年4月21日金曜日にこの実写映画美女と野獣が公開になるわけですが、はい、実は藤本さんの右側にあるこちらですね、公開用に作られた赤いバラのスペシャルディスプレイなんです、はい、なんと日本初上陸、お、そして国内で初のお披露目ということになります、はい、ということで藤本さん、今日はですね、はい、この日本初となるお披露目のお手伝いをしていただきたいと思うんですが、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。
それでは布をですね、こちらベールをですね、はい、少し手を添えていただいて、私がこの後赤いバラのスペシャルディスプレイお披露目です。どうぞと申し上げましたら、はい、このベールを聞いていただけますか。はい、ドキドキしますよね。そうですね、ちょっとどんなのが、ね、初上陸ですから、はいはい、もちろん私も見たことないので、はい、楽しみです。楽しみに、そして皆さんも楽しみに見ていただければと思います、はい、準備はよろしいでしょうか、はい、それでは参りましょう。赤いバラのスペシャルディスプレイのお披露目です。こちらのディスプレイはですね、クリスマス期間の12月25日までここキリコラウンジで展示いたしますので、皆様もぜひゆっくりとご覧になっていただきたいと思います、はい、そして先ほどから実写映画美女と野獣が来年4月21日金曜日に公開となるというお話させていただいているんですが、はい、もうとにかく待ち遠しいですよね。そうですね、風に描かれるのかですとか、うん、ドレスですとかいろいろあると思うんですが、ですね、特に注目したいところありますか。そうですね、私さっき言っちゃったんですけど、やっぱり野獣感が気になりますね。やっぱりこうドレスももちろん、うん、どんなというかすごいクオリティで来るんだろうなっていうのもありますし、でもちろんあの主演される方たちもすごい素敵な方たちなので、まあ、そこはもう間違いないじゃないですか。で物語ももう間違いないのは分かっているので、野獣感が楽しみなのと、あとやっぱりこう、ね、昔からずっとある物語なので、まあ、私も行けるし、あの子供もねもちろん見たことあったり物語をしてたりするので、はいはい、あの大人から子供まで一緒に楽しめるっていうのはすごくいいなと思いますね。なるほど、なるほど、ご家族で一緒に楽しめるっていうところに期待したいということで、はい、ありがとうございます。